あれ、続いてイベントか。あ、ウーベが細かい作業してる。これはなんか可愛い。これは何か分かったのか。ジーンはアーベルがいる蓬莱パノプティコンへ棺のデータやこちらの作戦内容を送信していたようだな。なんだと。しかしなぜだ。なぜベアトリーチェのデータまで送信されている。これはそういうことか。あ、やばい。ベアトリーチェがやばいじゃん。棺を開ける鍵なのか。ベアトリーチェここの人じゃないってバレちゃった。棺を開ける鍵、棺へと導く鍵ではなく。いいや、確かにそう書いてある。棺を開けるためには特定のウィル王が必要になるとのことだが、そのウィル王の持ち主がおそらくベアトリーチェだと。そうだったのか。そうか、そういうことだったのか。棺がウィル王を放射してたのは自分の居場所を知らせるためだけじゃない。自分の扉を開けてくれる唯一の人物を探すためだったんだ。それをアーベルに知られた。あ、やべ。おい、それベアトリーチェがやばいじゃねえか。そうじゃねえか。ベアトリーチェはどこだ。今どこにいる。おそらくアーベルが来る。急ぎ確保しろ。大変なことになってしまった。ベアトリーチェ、もしかしてさらわれたりしちゃうのかな。レベル上げられなかったし、レベル5から。お、アーベルじゃん。なんか髪の毛汚いよ、色が。わーお、なんだ。いや違う、短期がけだ。物流任せの無粋な連中と一緒にするな。わあ、出たーベル。貴様ら死に急ぐな。影に隠れている奴もそのまま隠れてろ。要求は一つだけだ。ベアトリーチェ、ここにベアトリーチェという女を連れてこい。いるじゃん、ベアトリーチェ。3分だけ待つ。願わくばさっき相手をした連中の中にいなければいいんだ。なるほど、お前がベアトリーチェ。私に何かご用件で。ああ、そうだ。お前にしかできない。簡単なボランティアを頼みに来た。私にしかできないボランティア。おお、びっくりした。とぼけているのか。切っちゃうのかと思った。本当に知らないのか。まあよかろう。そうだな、お前と話すべきことはいろいろありそう。撃て。しかしあれ、バレた。ここでは落ち着いて話ができそうにないな。我が牢獄にご足労いただこう。ベアトリーチェが捕まった。いや、そうだろうなって思ってたけどさ、やっぱヒロインはさらわれる運命にあるんだね。長い。間に合わなかったようだな。まずは状況を把握しろ。奴らの再攻撃に備えるんだ。わかりました。現在の状況について聞き込みを行う。あ、ナタリアさんとマティアスの上びっくりマークついてんだ。みんな散らばってる？散らばってなさそう。よし。よし、じゃあまずは目の前のナタリアさん。あれ、話しかけたい。どうだ、何か分かったか。あ、いや何も。今最初もう少し情報
確認してくるっていう。これナタリアさん最後か。一番最初に話しかけちゃった。あれ、声なし、声なしなの。さあ知らないね。ロストしちゃったんじゃないのかい。くっそ、ベアトリーチェどこに行っちまったんだよ。ヤーベルんとこだよ。あとは、あ、いた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 、エルちゃん。ここも音声ないのか。被害状況教えてくれ。敵、あれは人間じゃない、化け物だ。たった一人相手に俺たちは何もできなかったんだ。何も。おい、しっかりしろ。あ、そっか、茨使えないからな。あれ、他にもいるの。まだ他にも、ここはもういなさそうだね。ここもういなさそうだから、もういいのかなこれ。あ、いたいたいた、ウーベ。おい、大丈夫か。一体何があった。アーベルだ、あの野郎。いきなり来て女を連れ去って。よし、ここで有力な手がかりが。おい、よし、報告だ。どうだ、何か分かったか。もう少し状況を確認してくる。やはりベアトリーチャー連れ去られたみたいです。そうか。おい、貴様ら、一旦集合だ。ウーベの話だけ聞けばよかったんじゃないの。今から追えばまだ間に合う。ベアトリーチェを助けに行かないと。賛成、まずは準備。どっちにすればいいんだろう。いや、でも賛成にしとこうか。賛成。やめろ、勝手な行動は許さん。怒られちゃった。なんでだよ。マティアス、落ち着け。まあな、急いでもしょうがないだろうな。落ち着いていられるかよ。仲間がさらわれたんだぞ。なんでそんな冷静でいられるんだよ。焦れば今度はアーベルを倒せるのか。敵は強大だ。戦力も作戦もなく、闇雲に追ったところで返り討ちに遭うだけだ。悔しいが、それが現実か。くそ。まずは準備だな。蓬莱パノプティコンは棺とそれを開ける鍵であるベアトリーチェを手に入れた。やばいじゃん。棺が鍵によって開けば、二来カナイパノプティコンを壊滅させた大消失が発生する。奴らがその軍事利用に成功すれば、世界は奴らのものだ。よし、まず最初に標的にされるのは我々のパノプティコンだろうな。よし、アーベルのところにみんなで行こう。その前に阻止しなければ。アーベルに土下座して仲間にしてもらおう。しかし、あんな化け物とどうやって戦えばいい。考えはある。ユリアン、例の剣はいけるか。例の剣だと。うん、僕とベアトリーチェでレッドレイジ対策を研究していたんだ。いつの間に。ちょっとだけ待ってくれないかな。あと少しで完成なんだけど、まだ時間が必要なんだ。ベアトリーチェか。そういえば何かやってたな。よし、今はあいつとユリアンを信じて待つぜ。よし、各自一度独房に戻ってユリアンからの報告を待て。勝手な行動はするなよ。以上だ。わかりました。あ、久しぶりだな。これでようやくアリエス、歯車が噛み合い始めたね。できれば君の手元に全部揃えておいてほしかったんだけど。さあ、早く棺と鍵を取り戻して。サイモンが待ちくたびれてるから。だからサイモンって誰だよ。アリエスの正体もよくわかんないしな。おはようございます。安全保障局ボ。なんだ、現在通常よりパノプティコンへの貢献度が高く。参加任意のボランティアか。ただ事前に、それ以上です。先ほど隣とマティアス、マティアスロンストリート外出する場合は。さてと、そういえば、あな、講師じゃん、参加条件って、あ、もう大丈夫だな。そしたらボランティア、
あーまた3つ増えたなーし、目標排除2機か。市民5名2機、これ2機のやつ絶対2機いっぺんに出てくんだろうな。とりあえずこれやるか。これやって終わりかな。はい、仲間オーケー。マティアス、エルフリーデ、はい、無理はするなよ。よし、デリー、なんちゃらアビス2機。確かこれ更新型のアブダクターだよね。いや、違ったね。更新型じゃなかったわ。全然違うこと言ってた。これが2機ね。とりあえず今1機しかいないってこと。無理だった。油断したよ。てか、継戦力やばいな。やばいやばいやばい。奪われたし。アクセサリー奪われちゃったし。しまう。あ、あった。これはやばい。これあかんやつかな。これからさ、落ち着こう落ち着こう。おりゃ、ちょっとこれ、あ、ボランティア失敗、ボランティア失敗になっちゃう。これあかんやつやな。敵アブダクターのケージに捕獲されています。救出を要請します。あ、ボランティア失敗になっちゃった。おし、これはあんまり時間がないから先にマティアスに会ってきてみよう。外出許可。あなたの幸福。外出許可。いつでも声をおかけください。もうちょっと武器とか強化してから再挑戦だな。あと仲間のレベル上げとこう。いたいた、マティアス。起きたか。ユリアンから連絡が来た。研究室に行くぞ。わかった。さて、そろそろ始めよう。みんなに紹介したいものがあるんだ。なんだ。僕とベアトリーチが考えた対レッドレイジ兵器だ。対レッドレイジ兵器。レッドレイジと戦うにはまずあらゆる攻撃を無効化する、その装甲を何とかしなくちゃならない。レッドレイジの装甲上では常にアーミテジ凝縮と呼ばれる特殊なウィル王の粒子凝集状態が維持されてるんだ。なるほど。そこでウィル王は虚数の固有時を持つエネルギーとして振る舞い、負の圧力密度場を形成する。つまり場の外部からの相互作用を全て遮断するんだ。ここまでは分かったかな。全然分かんないけど、なんとなく分かった。要するにレッドレイジには普通の方法では全くダメージが与えられないってことさ。最強じゃん、あのアブダクター。つまりその装甲を何とかすればレッドレイジにもダメージが与えられるってことか。しかしな、ユリアン、今からそんな武器を作ってる時間なんて。その心配はいらない。さあ、これを見てくれ。これはモジュラーか。モジュラー。ベアトリーチが教えてくれた場の演算子の時間発展に関する天国の理論を応用して作ったモジュラーさ。これを装着すれば武器のウィル王にレッドレイジを覆う力場に共振する固有振動を与えることができる。あ、つまり。つまりこれを使えばレッドレイジにダメージが与えられるようになるってわけさ。その装甲を破壊しなくてもレッドレイジにダメージが与えられるんだ。
すっげえ、ユリアン、あんたすげえよ。さすが。それほどでもないよ。ベアトリーチがいなければこれを作り上げることはできなかった。ただ一つ問題があって。どうした？一部の資源が足りなくて数を用意することができないんだ。資源が足りないなら集めればいい。使える人材ならここにいくらでもいる。足りない素材はリスト化しておくから、集まり次第すぐに僕のところへ持ってきてくれ。よし。僕はザッカーにいるからなるべく急ぎで頼むよ。資源集めか。なんか最初の方にもやったなこれ。ローストリート探せばいいのかな。ユリアンメモ。資源を集めてユリアンに渡す。資源、あなたの資源はどこにあるのか。いつでも声をちょっと探してみるか。資源どこにあるんだ。あれユリアンなんか言ってたっけ。ザッカーに ユリアンがいて、これ探すのかな全部。とりあえずザッカー行ってみるか。なんかヒントもらえるかもしれないし。よう。資源集まったかい？まだ。メモを見てくれ。メモを見てくれってことはここか。あれ？これだ。アクセサリー、セキュリティ、あ違うな、前編後編これだ。必要なアイテム。もしかしてこれはアブダクターとかからもらえる部品かな。そっぽいな。あ、そうだな、なるほど。人工アブダクターから手に入るみたい。ということは、じゃあ人工アブダクターを倒さないとダメだな。よし、じゃあ今日はここら辺にしとこう。はい、ということでフリーダムウォーズの続きをやっていきたいと思います。前回、ボランティアに2ボランティア3つ出たんですけど、これストーリーと関係ないしちょっと時間かかりそうなんで、後回しにします。とりあえず先に、ストーリーを進めていこうかなと。余裕があったらこれ別撮りしたいと思ってます。はい、余裕があったらね。で、前回ユリアンさんにアイテム取ってこいって頼まれたんで、アイテムを取ってこようと思ったんだけど、結構すでに持ってるものだったんで、あんまり探しには行ってないかな。一個だけね、なんだっけ、アンチウィルを流したいってやつが第7階層のセルガーデンにあったんで、それだけ取りに行きました。そしてついでにソフト交換券のストロベリー拾っといたんで、ちょっとまずはこれをガソリンに持っていこう。よし、外出許可をくれ。ザッカー行き、キリリアユ。外出許可。いつでも声をおかけください。なんだろう、一番最初のロード時間いつも長めだね。ガソリン。長い
長いよ。よし、おっさん。なぜかあれ、話しかけられた。よし、なんかウーベがすごいアップになってるけど、いいや。ストロベリー味、ついにお前も手に入れたか。どうだ、素晴らしいだろう。ねまあ個人的にはバニラかチョコが好きだけど、超シャズだ。あれは奇跡の味だろう。でこれ本当はね、あのトロフィー獲得するんだけど、ちょっとね一回見ちゃったからね、先にこれ最後じゃないと思ったらこれが最後だったっていうということは、本当はね、今の会話終わった後に右上にピコーンってトロフィーゲットしましたっていう会話がね出るはずだったんだけど、まあしょうがない、そういうこともあるさ。でそれ以降は話しかけるといきなりお店になるっていう。でこのおじさんのソフトクリームイベント終わりと。よし、じゃあユリアンさんに会いに行こう。ザッカー。